今回は J リーグ第8節、コンサドーレ札幌対 FC 東京のレビューを行います。スタメンがこちら。週半ばにカップ戦を戦った影響もあってか、多少のメンバー変更が両チームともあり、試合は札幌ペースで始まりました。理由は保持で優位に立ったため、おなじみのミシャ式。センターハーフを1枚下げ、フォーバックで保持を行います。いつもと違ったのは、青木も1列折り、2センターハーフで保持を行ったこと。東京の保持は4-3-3。サイドハーフが外を切りながらプレスをするリバプール式。札幌が中盤3枚のままポゼッションすると東京と同じ枚数。形を合わされるとマークがはっきりしてしまい、ここへ送ったボールを簡単に奪われてしまいます。そのため青木にボランチ役を任せ、駒井はいつも通りシャドウとしてプレイ。スケッチもバイタルまで降りて体育を活かしたポストプレイ。東京のインサイドハーフに対して前後に人を配置し、2択を迫る形を取りました。これにより保持を安定させ、東京陣内への侵入に成功。ルーカスのドリブルなどでゴールに迫りました。これにすぐさま対応した東京。オリベイラが少し下がって中盤を4枚に。インサイドハーフを1枚下がらせることで札幌の中盤に数も形も合わせてボールの出し先をなくすのが一つ。二つ目は森重の前に出る守備。これもオリベイラの降りる動きと同じ。彼が前に出ることで、ボールの出し先をはめ込み対応しました。森重が前に出るプレイは最終ラインに穴が開くため、リスクが高いプレイです。ですが札幌はここを使う意識が薄かったため、リターンのみが見込める策となりました。これで自由な保持を許さなかった東京。札幌を自陣から追い出すことに成功し、保持を機能させました。では逆の立場ではどうか。札幌の保持は 3-4-1-2。前線3枚がセンターバックとセンターハーフに強く当たり、サイドにボールが出たところにウィングバックが出てボールダッシュを狙うものです。東京はこれを、インサイドハーフが大きく前後することで混乱させようとしました。サイドバックが上がりサイドの低いエリアを開け、そこにインサイドハーフが振りてきたり、逆にサイドバックもサイドハーフも少し下がった位置に立たせてマーカーもそこについていかせ、空いた裏のスペースにインサイドハーフが飛び出したり、阿部と松木がフリーになる状況を多く作り、プレス回避を試みました。札幌はこれに苦労する場面がありつつも、マークの受け渡しやビルドアップ対への強いプレスでうまく対応。札幌が優位に立った印象でした。そんなわけでお互いに保持が機能した前半。両チームともそこまでシュートを放つことができず後半を迎えます。ここで動いたのが札幌。保持の形を 4-1-1-4 のようにします。青木をボランチまで下げず、バイタル中央に1。駒井とスケッチを前線の位置に置きました。63分には駒井に代わって中島を投入。これで全ての準備が整います。目的は同数になった前線への配球。2トップになったことで東京のセンターバックと分かりやすく1対1が2つできた状況。少しでもミスをすればゴール前まで迫られてしまうこの場所に、フィジカル自慢のスケッチと中島を置きます。大雑把でもいいからここにボールを送り、身体能力という質的優位を示す場面を増やす。中盤を通さず、直接ゴールへ迫る戦い方を選びました。このフィジカル活かした同数アタックを嫌い青木が下がって数的優位を作ろうとすると、札幌の青木がフリーに、テクニックのある彼にボールが渡り、真受けから好き勝手ボールを配られてしまいます。これで困ったのが東京。後方で同数を強いられているのですから、前方でも同じことができるはず。ですが、保持のやり方として、インサイドハーフの役割は中盤でのボールハント、最終ラインへのプレスは前線3枚の役回り。これに囚われてしまったため札幌の最終ラインに数的優位を許し、そこから出る余裕によって前線へ配球する自由を与えてしまいました。とはいえ前半と比べてビルドアップ隊の人数は減っている札幌。東京のプレスにはまりやすくはなっているため何度か危ない場面も作りますが、基本的には前線への配球がつつがなく行えました。得点期待値で見ると前半はほとんど変わりありませんでしたが、後半は東京が 0.2。札幌は 1.0 以上の積み上げ。十分得点が期待できる戦況となりましたが、スボビクのビッグセーブもあり最後までスコアは動かず。
0対0の痛み分けで試合は終わりました。後半に見事な修正で保持を機能させた札幌。インサイドハーフがダメなら、センターハーフやセンターバックが困る状況を作ってやるって作戦は個人的に面白かったです。バルセロナが一斉を風靡していこう、位置的優位とか数的優位を中盤で作って綺麗に崩そうってサッカーがもてはやされますが、別にそれにこだわる必要はないよなと。きちんと意図を持ったやり方であれば、ぶつかり合いやスピードを前面に出したゴリゴリサッカーも十分機能するのだと。そんなことを改めて認識できた試合でした。新しい問題を突きつけられたのは東京。リバプール式の弱点、相手センターバックに多少の時間を与えてしまう、サイドハーフがサイドを切るので中央へのパスが通されやすい。これを中盤で利用されたのが前半。それに破壊等を持っていましたが、前線で活かされたらどうするのか。この試合では解を示せませんでした。4-2-1-3 で対応すればオフェンスハーフも2トップも監視できるので、個人的にはこれを使ってほしいですが、東京の選択は何になるのか、楽しみにしています。そんな感じで今回はここまでです。また動画を上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。